こんにちは、豊高さん、はい、以前の動画で、まあ、やっぱり坂本さんとして坂本選手の凄さっていうのを語る動画があったじゃないですか。坂本選手ももちろんすごいんですが、同じチームメイト、今日は4番、うん、岡本和真選手の凄さを、豊高さんから見た凄さをちょっと語っていただきたいなと。ゾウさんみたいでしょ。それは体全体ゾウさんのようにどっしりしてます。下半身とかどっしりしてます、ね、そうだよね、はい、あのどっしり感っていうのは、はい、ボールを受けて打つわけだから、うん、はい、やっぱそのどっしり感っていうのはどんなボールに対しても負けない、はい、そういうこう体の備えをしてるよね。それは今その12球団セパ合わせて12球団いる、うん、その4番の中でもやっぱり岡本選手っていうのは特筆してるというか、すごいいいものを持ってるっていう。まあそうだね、うん、まあ、鈴木誠也もどっしり感がやっぱ出てきてるよ、うん、はい、まあ、おかわり君だってそうだし、はい、ただその若い、うん、その若くしてから4番でそこまでのなんかこう、まあ、いや俺はね、まずはね、性格が変わったわ。最初当時いや、ものすごい面白い子なんだよ。あ、そうなんですね。面白いことも言うし、はい、ギャグも聞くし、はい、最初ね、なんかジョニー・デップがどうのこうのっていうヒーローインタビューがあったんだよ、はい、ね、それからアナウンサーがやっぱ茶化して聞くんだけど、はい、やっぱりね、言わないんだよ。あ、もう言わなくなったんだよ、はい、で、多くを語らなくなった、うん、これはやっぱり4番としての自覚だよね、うん、だから精神に4番が宿ったという。もう若くしてですよね。若くして、それがやっぱり球団のもたらす力なのかっていう、はい、感じもするけどさ、うん、俺最初岡本を見に行った時に、はい、岡本がドラフト1で入りましたって、でファームにいたんだよね。ちょっと新聞の仕事でその日ネタがなかったから、うん、岡本がなんか紅白戦に出るという、で見に行きませんかって言ったら、ああ行こうかって、で行って、はい、でサードフライカーンと上がったんだよ、うん、落としたからね、なんでもないの、そうなんですか、大丈夫って、はい、ゴロをエラーするんだったらまだしも、フライエラーするやつってなかなかいないよ。はい、もう本当に普通の日だったからね、はい、ああそうなんだと思いながら、でこうずっと見てきたけど、でもやっぱ精神的に変わったということ、そのジョニー・デップの下りから、はい、もう一切そういうおちゃらけを言わなくなったという、ヒーローインタビューで簡素にもう答えるという、うん、でも次の日があるから、その日だけじゃないからもう感想に答えてるんだよね、はい、まあ、その時の喜びはあっても出さないという、うん、だからそういう精神的な成長と落ち着き、はい、これがやっぱ打席に入ってのどっしり感につながってると思う。まず一つはそれと、はい、入ってきた時っていうのはバットっていうのはレベルに振ろうとしてたんだよ、はい、でそれが最近ちょっとこうラインに入れるという言い方をするんだけど、ボールがこうやって上から来るじゃない、はい、ラインに入れようとしたらレベルだったら接点というのはこう少なくなるよね、はい、でもこう上から来たものをこう当てようとすると、はい、やっぱちょっとこうアッパー気味に出てくるんだよね、うんうん、はい、この確率があったという、それがホームランの量産につながるということ。それはある時期から変わってきたってことなんですか？去年あたりぐらいから多少変わってきてるかな。その一昨年ぐらいは少しまだレベルかなっていうような感じはしたんだけど、はい、あれだけの力があるからさ、こう少し煽り打ちみたいな、はい、煽っても大丈夫という、うん、それと内転筋が柔らかい、で左膝が柔らかい。それってどう、例えばちょっと立ってみて分かるようなこと、うん、いやだから、まあ、例えばこういうふうにこう足があって、はい、ポーンといかないんだよ足が、はい、こう振りに行ってポーンと足が上がらない、うん、これがぐーっと粘れる、その時に内転筋で押せるんだよ、はい、前に体重を、うん、で変化球でこう崩されようとしたら、うん、左膝が曲げられるんだよ。お、柔らかいから、柔らかい、突っ張る人というのは多いんだけど、はい、こう拾おうとしてぐーっとこう粘りがあるんだ、うん、そのどっしり感があるからできるんだけど、はい、それをやっぱこう変化球低めでもぐーっと粘ると大きく振れるんだよね。突っ張ると振幅が小さくなる、はい、でも粘れると大きく振れるんだよ前に、はい、だからホームランが出てくるという、あ、
変化球というかその球に対応して体がちょっと、まあ、泳ぎながらというかそういう体勢でも持っていけるっていう、まあ、泳いでも持っていける。その柔らかさっていうのは、うん、持って生まれたものなんですか、それとも何かこう、いや、まあ、やっぱり持って生まれたものもあるよね。あ、豊さんは内転筋とか膝っていうのは、あ、これバッティングに関しては柔らかかったけど、はい、守備に関しては固まってた。何ですかその。いや、わかんないけどさ、わかんないけど、あのね、やっぱね、俺左でもこうやって投げられるんだけど、はい、やっぱ左の方が内転筋でこうやって押して投げられる。右だと投げられない。だから俺左ピッチャーだったらもっと良、うん、かったかも。甲子園出てるかも。いや、そうですよね、うん、もしかしたらプロで左ピッチャーになってたかもしれないですよ、ね、うん、だから見えないところ内転筋だとかがやっぱ重要なんだよ。あ、そうなんですね、うん、それと、はい、技術的に言えばこのインサイドのさばきがものすごく上手くなったんだよ、岡本選手、うん、はい。で、皆さん覚えてるかもわかんないけども、はい、甲子園でホームランを打ったインサイドのボール気味の球を、はい、あれなんかは肘をこう抜いて、ね、なおかつこうパーンと振ったらファールなんだよ、確実にあそこのボールは、はい、でも肘を先に抜いといて体を開いて面をレフトに向けるという、もうこれね、ものすごいしびれるぐらいの技術の高さがある。あ、そうなんじゃないとあんなホームランが打てないんだ、はい、逆に言えばホームランってこうボールってこういう風に右バッターが打ったボール、まあ、ボールがあったらこうやっていくんだろうけども、はい、あのホームランだけはこんな感じで入っていったもんね。普通そんなことって、ね、いや、だからこう抜けて返さないで面で押せてるから、はい、ああいうホームランが、それであの距離を保てる。それももう感覚というか才能というか体がそうなるってことなんですか。いや、だから、まあ、4番を打ちながら掴んできた、うん、その技術だよね。それと岡本見てても、はい、勝負どころは早いから、うん、勝負が普通の平場 その打席っていうのはそんなに速くなくて、はい、ホームランボールだけ待ってるような感じ、はい、それかチームが劣勢に立ってる時はチャンスメイクしていくバッティングするから使い分けるんですね、うん、でランナーがいるときは勝負が早い。だからなぜ勝負が早いかというと、はい、組み立てがうまいんだよ。で、岡本の1打席目っていうのは、はい、あんまり打った記憶は俺の中にないんだよ、はい、でも3打席、4打席目、5打席目、ここら辺の率はおそらく高いと思う。じゃあきちっとその考えながら、いや、もうめちゃくちゃ考えてる。だからこのピッチャーは右方向に打った方がいいかとか、はい、このピッチャーは絶対引っ張れるボールが来るとか、はい、もうずっとやっぱこう考えてる。そうなんですね、うん、ちょっともうすごい4番ですね、そう考えると。それと気持ちがやっぱ動かないからさ、そういうことにもうなんか動じないというか、はい、そういう意味では、うん、落合さんに似てるかな。まあ、相手からしたら不気味というか怖いバッター。まだまだ見え方とか見せ方とか落合さんほどではないよ。やっぱり調子が悪い時は悪いなりにこう、はい、なんか分かるから、うんうん、でも落合さんは全くやっぱり分からなかったという、はい、でもそこまで行くにはそれを継続していったらそうなるよ。岡本はいずれかはじゃあ なるなれる素質はあるよね。うん、だからあれだけ周りが動いてても岡本の4番だけは外さないというのは納得できるよ。原さん、そうですね。だからそこまでの技術ももう習得してるし、はい、いや、勝負強いよ、うん、それはなぜか、なぜ勝負強いかっていうのは計算の上で勝負強いから、あの子は、うん、クレバーっていうか、いや、頭いいよ、ね、頭いいよ。打席に入ってる時はちょっと口が半開きになってるけど。ちょっととっつぁんぽいやみたいな感じで、でもしっかり考えてるよ。そうですね。じゃないと、うん、あれだけ守備が岡本がどうのこうのとか言われながら、うん、はい、今守備うまいから最初の頃と全然違いますね。全然違う。そうですか。だって一時期その外野もやってましたもんね。まあまあ、サード併用したりとかも、まあ、してたけどね、うん、やっぱサードに落ち着いたけど。そうですよ、ね、それとね、特徴的なの見といてみ、うん、送球がいい、うん、暴投をしない、はい、だキャッチボールがよくできてる。あ、キャッチボールが上手い選手っていうのは、バッティングもいい、
そういうことです、そういうこと。ちょっとさらなる進化をどん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 遂げていってほしいですね、岡本選手には。だってさ、打たなかったら許してくれるチームじゃないしさ、ギャンギャン言われるでしょ。まあ阪神もそうじゃない、はい、もう打たちょっと打たなかったらギャンギャン言われるじゃない。打って当たり前っていう、 そう、まあ、そういうところで育ってる選手っていうのはやっぱ真の強さが宿ってくるよね。そうですね。まあそれにいろんなこう声があるだろうけども、まあそれを跳ねのけてね、はい、まあ、これからも成長してほしいと思うけどね。そうですね、はい、はい。